はい、ということで皆さんこんにちは、ナンシーでございます。音楽聴きながらでいこうかな。はい、音楽聴きながらでいきます。はい、ということで本日はですね、雇用統計、明日雇用統計ですよ。皆さんご存知ですか？明日雇用統計ということで、今日は2017年の7月6日、木曜日です。ニコ生ツイキャス放送をしています。で、その中で、明日雇用統計なんですけども、昨日 FOMC の議事録、があって、そんなに何し思ったほど動かなかったよね。でもとりあえず、四半期のことがあってですね、発表があったんですけども、明日はその四半期発表後の雇用統計なので、どういう動きするかちょっと期待するとこなんですけども、どうもですね、ニュース、ブルームバーグいろいろ見てたんだけども、あら、かわいい、ナンシー、ありがとう。これ毎回なんだけどな。ナンシー元気？うん、元気。おお、ランチって時差すごいな。え、ランチじゃないですよ。ナンシーって言ったんかな、わかんない。明日七夕祭り。そうだよ、七夕だ。七夕？マジで？七夕なんだ。ナンシー、浴衣着たかったな。でも浴衣ないわ。あ、浴衣ないけど、いや、そうそう、明日ね、実はナンシー浴衣ない代わりにですね、なんと、ブルゾンナンシーご存知ですか？何これみたいな。ブルゾンナンシー、ブルゾンナンシー一回ですね、ちょっとブルゾン風に、ダンス踊りをちょっとやったんですけど、取引編見てない方は YouTube でナンシーブルゾン取引編っていうのを見てください。見てください、ぜひ。結構笑えると思います。ナンシーの YouTube の、チャンネル内でこう検索するところがあるので、そこでブルゾンって入れたら出てきます、きっと。ということで、明日ですね、ナンシーのちょっとリンク、ここにナンシーのブログのリンクをちょっと付け加えましたが、ここアクセスしていただくと、このようにナンシーの明日の、雇用統計ブルゾンナンシーライブ放送ということで、2017年7月7日9時10分からします。で、主にブルゾンの、ブルゾン風でちょっと行きたいんですけども、ライブでできるかな。でもとりあえずブルゾンで、明日雇用統計とはという内容から、初心者向けにその内容から、あと最新ニュースですね、雇用統計の最新ニュース、あとプラス、雇用統計の鉄板手法、これ過去1年ぐらいで勝率 90% です。前回負けたんですよ、利益にならず、ライブ放送で。めっちゃ恥ずかしかったです。 YouTube でもライブ放送してて、しかし今回ですね、まだでも、90の勝率なんで、ナンシーまだまだいけると思ってるので、明日自信満々にその手法、鉄板手法で取引をしたいと思います。で、ちなみにこの手法と、相関関係を利用した取引もちょっと加えながらですね、説明していこうと思うので、ぜひ見に来てください。はい、ナンシー、はーい。願い事書いてる、な、書いてつるん、つる、すんだぞ。あ、つるんだよね。願い事何種あるかな？トレーダー、一番のトレーダーになりたい、いつか。一番ってどこ？果てしない。自分の中での基準の、こう、なんていうのかな。もう仕事しなくても、好きな仕事をしながら、もう取引一本で、もうね、こう生活ができるよ、生活が大変にならないような、ところまで行きたいですね。それがナンシーの目指すところ、それが願いかな。ちょっと鈴吉、ということで、悪いなあんた。ナンシー YouTube もしてるんだ。してますよ。フォロワー今ね2700人ぐらいいます。3000人突破したいところですね。講座解説しようかな。そうですね、ナンシーのね、講座解説、このブログ行くと、ナンシー BO なんとかってちょっと向こう側にあるんだけど、そこで講座解説すると、キャッシュバック1000円もらえるし、どうせなら今日中に申し込んだら明日中には1000円もらえて、明日中にはこのブルゾンナンシーライブ放送一緒に参加して取引できますよ。ということで、コンコン
素敵な彼氏はいらないの？いや、もう素敵な彼氏はいます。え？みたいな。そう、最近ちょっとできた感じかな。はい、正直なところ。できたような感じ？うん、そんな感じ。ハローナンシー、ワコツー、ワコツー。はい、今日やらかした感じだね。うん、40万負けました。40万負けた。40万マジで負けた。40万だよ、40万。今月の利益パーみたいな、そんな感じだった。もうマジでありえへんと思って。でも途中で、やめたにも、やっぱ取引ね、成功しない、マーチンゲール5回ぐらいしてうまくいかなかったんですよ。そういう時はやっぱやっちゃダメだね。1日で40なんとかロン。そうだよ。彼氏いるのかよ、ブー。しゃあないわ。彼氏なしやとおかしいやろ。今日やらかしたから、うん。彼氏できたのか、ぐすん。なんでそうなったら、いっぱいなんかコメントくんの。めっちゃ面白いやん。コミュ抜けるわ。なんでよ。追ってよ。追ってよ。なんでおらんの。ゆきちまん。ゆきち、何それ、ゆきち。はい。ゆきち読めよう。読まれへんわ。はい。ということで。はい。では、とりあえず明日、ブルゾンナンシー、はい。系でちょっとライブ放送するので、ぜひ、ナンシーのブログ、ナンシーのバイナリーオプションのブログ来てください。楽しく、ワイワイしましょう。みんなでお金稼ぎましょう。シクシク。なんで？だって、ナンシーずっと彼氏いなかったんだよ。おかしいでしょ。わかった。彼氏できたから40万減ったんだよ。そんなことないよ。調子良かったよ。はい。ということで。まあ、それはさておきですね。ちょっと恥ずかしいわ。やめて。そういう話はもういいから。はい。しかし、彼氏できたの。悲しいな。そんなことないよ。なんで悲しいの？みんな会いに来てくれないでしょ、香港に。はい。どうせ。そんな、なんし一人で、そんな独身で無理やわ。独身で無理。無理無理無理。無理無理無理。ということで、とりあえず取引に参りたいと思います。ナンシーブルゾン笑った。笑った？もっと笑うよ、明日。来てね。はい、ということで、まあ、それはさておきですね。会いに行けばやらせてくれるのかよ。そんな話。そんなん、無理。はい、ということで、次行きますね。はい、とりあえず取引に参りたいと思います。40万か、でかいな。ああ。福沢諭吉っていう人、人物だよ。1万円のなんとか、あの人か、なるほど。明日はハイエントリー、マジで。マジで。やばくない？あれってか、あいつどこ行った？え、ちょっと待って、ちょっと、スズメが死んでるかも。おい、おい、おい。なんだ。ここにいたのか。ああ、びっくりした。いや、ちょっとびっくりした。ああ。そう、スズメがいるんだけどね。この袋に、この彼が大好きな、彼女が大好きな、こう、パンのお菓子があるんですよ。はい。パンのお菓子があって、で、このパンのお菓子、パンのお菓子ね。あ、来た。パンのお菓子の中に袋に入るんですよ。で、入るから、なんし、ちょっとなんか、模様が、もしかしてこいつ、この中で、息できなくなって死んだって思って、今ちょっと、すごいびっくりしたんですけど、まあ、大丈夫そうですね。彼はいなかったです。ほら、みんなにこんにちはするか、しないみたい。焼き鳥配信。それはしないんですよ。スズメペットにしないぞ。そうそう、違うの。スズメをペットにしたわけじゃなくて、まだ赤ちゃんで拾ったんですよ。で、飛べるようになれば自由に。多分今週の日曜日に、土曜日か。土曜日に、もう、そうだ、食べないよ。ひどいな。焼き鳥にしちゃうぞ。食っちゃうぞ。なんだったっけ？緑色のやつ。なんか、デコピン？デコピンじゃないわ。デコピンじゃなくて、ほら、緑のやつでさ、なんかくしゃくしゃの、もう一人はさ、なんか赤色のやつあるでしょ？わかる？赤色のもじゃもじゃのやつ。あれが、なんか歌で、食っちゃうぞって言うんだよね。
今どこから声出た？スズメは結構なんとかしてるから気をつけた方がいい。あー、それはあるよね。暖かい香港は鳥インフル大丈夫？うん、大丈夫。てかめっちゃ食ってる。見てこれ。あ、ガチャピンね。デコピンじゃないわ。ガチャピンだって。ありがとう。ガチャピン。それだ、それだ。ほら、めっちゃ食ってるでしょ。まだ赤ちゃんなんだよ、でも。うまそう。どっちが？ダメだよ。もう終わりだ。こっちおいで。ライブ放送の邪魔になる。おいで。食っちゃうぞ。おいで、こっち。はい、食っちゃうぞ。食っちゃうぞ。オッケー。はい、スライムもっとアップで。はい、ということで、まあとりあえず、さすがに何しでも1日40万。40万は汗出る？出るよ。彼氏と別れたら40万勝つかもって占い師が言ってたよ。そんな占い師いるの？おかしいでしょ、それ。はい、いきますね。はい、とりあえず、マジで今日勝たなくちゃダメなんだ。ああ、マジで。で、明日の相場。ちょっとね、なんか最新ニュースちょっとまた来た。見て、また来たよ。なんで来るのさ、取引したいの？うんちしないで。あ、そこダメ。そこうんちしたらダメ。あ、そこもダメ。そこもダメなんだ。山田さんが怒るから。はい、ということで、はい、とりあえずですね、全然わからん。全然、何がわからないの？なんし俺を食ってくれ。なんで？っていうか、スズメも離れないぞ。いや、大丈夫。週に何日休み？なんしは日曜日休みです。週に1日休み。で、土曜日はちょっと半日働き。なんとかしただな。何それ。スズメ来た。俺はないよ。スズメでかい。本当に。そこだめ。もっと。もういいわ。飛ばす。はい、ということで、とりあえず取引に参りたいと思います。で、1時間見ていこう。食っちゃうぞ、食っちゃうぞ。今日本当に王子園でやられたからね。王子園ちょっと恐怖症マジで、マジで恐怖症。食っちゃうぞ。え、ハイローなんとかがなんとかでなんとかするらしい。客取れるぞ。何それ。飛ばされた。めっちゃ動くな。めっちゃ動くって何が動くの？私 FX 怖え。あー、 FX でも、人によるよね、多分。ナンシーみたいな、もう全然投資をそういうリスクと思わない人は、まあ負けたり勝ったりもするし、でも怖がってても利益にもならないんだよ。どっちを取る？働く。ああ、めっちゃ働くな。ああ、そういうことね。ごめん、漢字読めなかった。え、ってかちょっと待って、どういうことだった？あ、ちょっとなんかチャートおかしくなった。最悪、動かんくなったわ。バグかよ。おいおい、そういう時は、さっきどうだったっけ？ 1 時間見て、ちょ、アップトレンドのレンジ入ったような感じ。で、5分足で見てもアップトレンドで若干レンジ入ってるっぽい気もしないでもないけど、まあアップトレンドだよね。OK。では、1分でやっぱ廃購入していきたいね。1分取引。はぁ、やばいわ、本当に今日。こういう焦ってる時に取引しても結局負けるんだけどね。もう焦ってるからなんし、今日マジで焦った取引ってもううまいこといかないよね。でもいろいろあってさ、なんしもちょっとへこみ具合っていうかさ、男ってマジで信用ならんっていう考えを持った私なんだけど、そもそもね、元系にね、君は誰も愛すことができないよねみたいなことを言われたことがあるんだけど、買え、買うのじゃ。うん、買う、買うよ、買うさ。誰の真似しよう。タラちゃんです。
や、違う、おかしいな。タラちゃんでしょ。取引は怖いって聞いたことがありまじょ。こんな感じ？ちょっと違うな。はい、とりあえずどうしよう、5万配しよう。あ、それはやめようか。急にどうした？わかんない、なんかやりたくなった。とりあえず笑ってみようとりあえず笑ってみよう。おい、やっぱエルモの真似が一番いいかな。まあいいや、やめよう。わかんない、何の意味か。あ、ツイキャス忘れてた。ブルゾンナンシー久しぶり、おかきさん。そうなんですよ、ブルゾンナンシー来ますよ。おかきさんこんばんは。ダンボさんこんばんはです。あ、コンティニューコインありがとうございます。レッテさんこん、ごめんね、みんな忘れてた。完全に忘れちゃダメだな。あ、すずちゃんがまた来た。人は愛せないのかなんし、そんなことないよ。でもね、ちょっとね、時間かかる系。うーわ、最悪、マジ払い戻しか一番なんかピンとこない感じ。下がってきたら買い、また下がってきたら買い。俺は愛せなんし、マジでどんな人。いや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 、本当にそんな愛せないことないんだけどな。でも君は人を愛せないって言われた。一回ね、なんかね、ちょっとね、気になってた人にもねすごい面白い話していいすごい面白い話。あのね、いろいろあったのね。でナンシーはまあ20代だったんで若かったんですよね。で、ある方に誕生日をこう豪華にこうわっしょいわっしょいみたいな感じで、すごいあのもう豪快にすごいパーティーをしてもらったんですよ、ある方に。でその方はナンシーのことも気に入ってもらってて、でナンシーもなかなか気に入ってはいたんですけども、なんか信用できなくて、で誕生日が終わった後にナンシー何かしらとなんか理由があって連絡も取らなくなったんですよ、その方に。もう全部もう携帯とかも番号変えて、もう完全に、はい、ちょっと額を下げしよう。完全にね、あ、やっぱどうしようかな、やっぱ額下げしようかな。この辺で配しようかな。いや、ちょっと下がってきてから、はい。で、そうそうそう、で、そう、番号とか全部か変えたのねそしたらもうバッタリ会っちゃったんですよ、クラブで。バーみたいなクラブで会っちゃって、でナンシーこの性格だから、あよーみたいな感じだったんですよ。へーみたいな感じで、そしたらもう会った瞬間にバチって叩かれて、痛いみたいな。もういいわって思って、で友達にみそじ、そう、その通り、ナンシーみそじで、ナンシーそのまま出て行ったんですよ。ですごい雨降ってて、友達と傘さして、もうここにいたくないから出ようって言って出たんですよ。そしたらその彼は韓国系の方だったんですね。そしたら彼がバーって後ろから走ってきて、雨の中撃たれながら、おいナンシー、何、韓国人はな、心が熱いねんぞって言われました。えみたいな、一時やねんぞって言われて、はぁ、ありがとうって言ってナンシーそのまま帰ったことあります。最悪だよね。ということで、あ、勝った？やべえ、ドイツの男声。ドイツじゃないよ、韓国だよ。韓国系。クラブ、パーティーガール、フー、パーティーガール、フー、そう、だったよ。昔はね。はい、もうないですけど。ここでちょっと一旦配信を。小さい男だな韓国系、韓国人の非病発動、何それ、わかんない。電波キレキレよ、マジで嘘、ダメだね、なんでだろう、何が問題なんだろう、キレキレ。
ツイキャスは飛び飛びになりますね、マジで。え、ニコ生のみんなはどう？飛び飛び？オチないんか。うん、ナンシーね、一つ言っとく、ナンシーはオチがないんだ、全く。そこを許すのができる男そうなの、そこで許してくれるのができる男なの。あ、そっか、うん、投げっぱなしそう。ヘイハニー今日も可愛いね、ありがとう。ヘイハニー誰？そこのハニー誰？はい、ってことでとりあえずここでも入っとこっか。まだ上がりそう、でも下がったら怖いからちょっと額下げ。あ、っていうかオチ、ナンシー何してんの、ナンチ何も来てへん。っていうかあのそもそもガンナムスタイルは怖いな。うん、確かに。ニコ生大丈夫、俺のスマホ古いから送れるけど、マジで。俺の子、女の子は、俺は話は大体オチないけどね。あ、本当に？てかオチの、オチの意味っていうかオチの仕方誰か教えて。オチ教師いない、ここに。いないか。オチ、オチがねーみたいなことは昔から言われる。なんしよくオチが分かんない。例えば今の話だったらどうやってオチを入れるの。言ったらコツコツドカンだな。うん、確かにねでも先月はトータル100何万勝ちだったよ。ちょっとねまだ下がるかなこれ。あ、上がりよった。下がるまで待つ。失敗談とか、よくわかんないよそれ。だって失敗談じゃないじゃん今のやつよしもと好きなのに。そうそう、わからん。ようつべで漫才見て、ようつべ、ようつべで漫才見て、あ、ようつべ、オッケー。オチっていうのは話の流れの終わり。でも今終わったじゃん話。失敗談とか、よし、オチ教師になってやる、布団来い。あ、それちょっと違うじゃん。最後に笑いを入れればいいだけだよ。笑い、今笑えない。しかも笑いって入れたよ。なんし、なんとかで言う、なんとかうと日記で今日は何々しました終わりみたいな感じがオチなしもう難しいわ。ちょっと難しいよ。難しいわ。何が言いたいか分からんけど。うわー、来たー、マジ。オチとか関西人しか考えないわ、マジで。あー、そっか、関西人には乗っかっていかれへんな。これどうしようかな。まあ、一応ちょっと少額で廃購入しようか。ほんまにオチがないんだよねこれ。昔からだ。購入させてくれへん。こんな関西人、こんなことあった、こんなことあったは地蔵のなんとかで、わかんない、掛け言葉とか綾小路樹みまろの漫才見たことない。わかんない、名前なんし、基本名前覚えない。なんか面白いやつがあったらまた言って。ナンシー見る。ナンシーが好きなのはね、あのね、まっちゃんが大好きなんだ。ごっつええ感じの、わかる、合ってる、ごっつええ感じ、うん、まっちゃんね。なんちゃんこんばんは、こんばんは。そうそうでね、何が好きかっていうと、こう笑ってる顔まで面白いっていうのがもうナンシー大好き。こうちょっと恥ずかしがりながらってこう笑ってんのが、あれがもうたまらん、たまらん。はい、ということで、まあとりあえず購入しようかな。下がったら購入、下がったら購入。うわ、消えおった。ちょっと額下げでロー。あ、はい、でまた下がれば、はい、
メダカじゃないのかよ。いやメダカ好き。てかなんで知ってんの。ナンシーねメダカに会ったことが あるんだ。メダカめっちゃ好き。メダカ可愛いよね。ちょこんと座ってる姿見たことある。はい。あとねあの人にもねなんか会ったことあるよ。誰だったっけ忘れたの名前。かわいい味噌汁だな。ナンシーありがとう。本当にそれ言ってもらえたらねテンション上がるな。味噌汁なだけに味噌汁飲もうかな今日。はい関係ない。はいということで松本のボケがうまい。うん本当にねマジで好き。 ECB クッツォマジで。あちょっと待ってちょっと今水平線だからここに行きます。おいナンシー俺は松本清と誕生日同じやで。マジでへえどう性格も似てる。だからね結婚したとか子供できたとか聞いた時はマジでショックやったな。為替ですか。そうですよ為替です。バイナリーオプションというはい投資です。あのあれ為替を使って通貨ペアを見て上がるか下がるか予想みたいな1分52みたいなそういう取引です。初心者向けだね。100円からできるし。ナンシーはもう結構残高溜まってきてるんでちょっと額上げしてるけど。ちょっとさっきゲップしたごめん汚かったね。さっきからなんだそのアニメ声ダメ。はいたまにしたくなる。なんとか教師じゃないか何それ。どうしたらどうしたナンシー。わかんねえナンシー。おいナンシー。はいちょっとなんか足思いっきりつっつかれてる。ここでも行くか。はいちょっと額下げ。はいおいナンシー。なんかメダカ。え何何。おいナンシー何なんか読めないよ長くて。なんとかメダカがネクタイ外したらえらいことになんぜ。身長と同じ長さなんだぞ。ちょっと考えてみた。ペアと 80% って低くない。それ比べてるからでしょ。ハイローあげたんだよね。だからナンシーも言ったよBT のそういう担当部署に。うわやばい。でも今日は結構いい感じじゃない。為替ルーン投資家に為替ルーン。あそういうこと。ゲップだなも聞いてよ。おい本当だ本当だ。あとうんちゃんみんなまたね。バイバイ。とりあえずこれは多分いけると思う。とりあえず今日はいい感じじゃない今のところ。見て見て勝率悪くないよね。はい1,2,3,4,5,6,7,8,9 回中とりあえず1回だけちょっとやばいことになったけど。はいということで以上です。じゃあみんなまた明日雇用統計ナイトライブ見に来てね。わかんないどこっていうのはあのナンシーのブログコミュニティ見たらブログわかるから。じゃあね。あ負けたこれ。じゃあねバイバイ。